岡山県高等学校競輪選手権ガッツたまちゃん杯いよいよファイナル決勝戦メンバー登場しております。では車番順でご紹介をさせていただきます。まず1番車岡山工業高校の難波裕太選手です。2番車が岡山工業高校の蛭田宗一郎選手、3番車が岡山工業高校の郷地東太選手、4番車が水島工業高校の池田俊選手、5番車が富永選手であります水島工業高校富永翔太選手、そして6番車岡山工業の奥田博人選手です。岡山工業やっぱりこう岡工が強いので、そこにね水島工業がどう食いついていくかというところが見どころだと思います。池田君と富永君2年生コンビで束になって岡山工業のカプテンと打破できるか。さあそれでは決勝戦ご注目ください。岡山工業から4人、水島工業高校が2人、今回のガッツたまちゃん杯栄冠を手にするのはどの選手か、将来のパーキン選手あるいはブーリー選手が出てくるか。さあ決勝戦のスタートです。まずは車番内側から行きます。6番車の奥田博と岡山工業高校2年生の奥田博と、そして外から岡山工業高校2年生蛭田宗一郎が前を取りました。予選2試合も1回先行を仕切っております。2番手に現在3番の郷地東太が入りました。1番の3番で言いますのがここは岡山工業難波裕太であります。4番手から6番の奥田博人です。まずは岡山工業高校の4人がカルテット前段、後ろからの組み立てが水島工業高校の回です。2年生コンビ5番の富永翔太、4番池田俊が6番手、岡山工業4人水島工業2人、4人と2人の対決ありますが、2人であっても勝つチャンスは十分にあります。どう組み立てるか、早くも赤マンホーム残り2周です。世界へ羽ばたく存在が出てくるか、非常に楽しみな決勝戦。2番の蛭田が前を取っています。このまま突っ込むでしょうか。水島工業の隊はどこで動くか。動くタイミングによっては十分に逆転の目もあるわけでありますが、舞台であっても4人の相手を潰す倒すことも十分にあります。自分たちがさあチャレンジできるかどうか、世界を見据えて、まさに世界へ羽ばたくチャンスであります。打勝を迎えた2番のここは蛭田の先行が、蛭田が突っ込みました。6番から4番の池田俊から動きます。水島工業の2人が攻め込んでいます。攻め込まれですが、ジャンプユニコーンはイエローラインから踏み込んでかましています。4番の奥田俊、5番の富永翔太、ここは突っ込まれるか、突っ込まれた2番の蛭田が突っ込まれた、2番の蛭田が突っ込まれて4番の池田俊が応戦するのを応戦的、ここでじーんと力を使う岡山工業のカルテット、あとは優勝の争いが2番の蛭田が先行する。番手部分で3番の郷地翔太、3番で1番の難波裕太、6番の奥田博人、番手から3番の郷地が番手の上に、いや2番の蛭田が突っ込まれ、蛭田が出る3番手から1番難波外部じゃ直線コース、2番の蛭田、3番の1番の難波、さあどうだ、2番の蛭田総一郎、1番の難波、3番の郷地の順番でしょうか。決定をお待ちいただきます。結果発表いたします。最後ゴール寸前、最後ゴール逆寸前で大逆転いたしました。優勝いたしましたのが1番下の難波選手であります。そして2着に蛭田選手、3着に郷地選手、難波裕太選手が優勝、第2位が蛭田宗一郎選手、3着に郷地東太選手、最後際どい勝負大逆転という結果となっております。今お見上げいたしましたお三方、この後10レース発売中、スタジオ前のステージで表彰式ございません、どうぞお参加ください。難波裕太選手、蛭田宗一郎選手。